このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、いっきです。戦乱神楽エスティバル VS 百花繚乱記編実況プレイパート6始めていきます。アスカ半蔵入れ替わり、おっす、おらアスカ、一応やってみっか。つ、違うな。若い体はやっぱりよか。ってことは半蔵の声でアスカを使うってことか。で、入れ替わった結果、半蔵が暴走をして、いろいろこうなった結果、この辺で最終的にさゆりばっちゃんにボッコボコにされる。もう予想ができるわ。弓を倒せー。半蔵じゃなかったんですけど、アスカだったんですけど、私なりの正義っつったぞ、あいつ。わしアスカ、水も滴るピッチピチの忍び学生じゃよ。中の人変わってねえじゃねえか。じっちゃん、私の体を返してよ。これ変えろよ。ここ変えてよかったじゃん。ああ、一応声は変わらねえのか。体の中身だけ変わったのか。きっかけは些細なことじゃった。望んだ人間と体を入れ替えることができる秘術を半信半疑で試してみたところ、本当に孫のアスカとわしの体が入れ替わったのじゃ。じっちゃん何してんの？半信半疑でやって、そこまではいいと思うんだけど、最終的に、嫁さんにボコボコにされるってこと考えなかったのかな。まさかこのわしが、裏若き乙女の姿になれるとは。長生きはするもんじゃの。多分ね、半蔵の体のアスカが、ばっちゃんのところ行って事情を説明して、入れ替わったと同時にボコボコにされる。肌はピチピチと輝き、どこもかしこもプルンプルンとしておる。感動してないで、早く私を元の姿に戻してよ。てか半蔵の声初めて出てたんじゃねえこれ。今思ったわ。半蔵じっちゃん多分声出たっけ。ストーリーで一回出たかな。黒影様が戦ったっていうか、黒影と会話するときに出たっけ。覚えてねえな。わしの姿をしたアスカが追いかけてくる。正直じっちゃんの方が強いはずだから、逃げられないと思うんだけど、必死な顔をしたじいさんに追いかけられるのはちょっと怖いの。自分じゃねえか。いつもと逆の立場になって初めて分かったわい。どうなんだろう、これ、すまなかったってなるのかな。もちろん入れ替わった体を元に戻す方法は分かっている。そんな難しいことではないので、すぐにでも元に戻せる。じゃがいつでも元に戻せるなら、もう少し楽しんでからでもいいんじゃなかろうか。そういうこと考えてるからボコボコにされんだぞ、お前。とっくに終わってしまったと思っていた輝かしき青春の日々を再び手にすることができるのじゃからな。すまぬアスカ、体を元に戻すのは少し先になるぞ。ちょっと待ってよ、じっちゃん、私の体で何をする気なの。多分ね、よからぬことをしてバレる。同年代の娘たちと楽しくスキンシップをしてくるだけじゃからな。これ言ってる、これ怒られるかもしれないけど、アスカの中の人と考えてること一緒なんじゃね。名前は言わねえけど、あの人、もう言ってもいいんだけど、もう原田ひとみさんですよ。
あの人生放送だっつってんのに、出演してる女の子の声優に、よからぬことして退場させられたりする、退場させられそうになるからね、あの人。絶対大丈夫じゃねえわ。これ収録してるとき、すっごい楽しかったんだろうな。普段の自分をさらけ出せばいいだけでしょ、あの人。変わらねえじゃねえか。アスカさんではない。アスカ早っ。ミノリと比べると超早い。終わった。早っ。アスカ 120% 言わせなかったわ。ごめんごめん。えい。だって半蔵だもの。そんなこと言わない。ひどい、じっちゃんひどい。あんたの胸でだと思ったわ。んなことになると思ったわ。倒せ倒せこれむしろアスカ負けた方がいいんじゃねえのこれ俺やられるべきなんじゃねえかな。いっぺん半蔵じっちゃん痛い目見た方がいいんじゃねえこれ。まあおっと、アスカ使いやすいな。どこ行った。もう1体しかないからロックオンしよう。ふう、いった。およし。ふう、やっぱアスカは使いやすいね。さあいつになってボコボコにされるかな。どのタイミングかな。多分2回戦いそうなんだよな。さゆり状態でボコボコにされて、ジャスミンでボコボコにされる気がする。二重にボコボコにされて実際死ぬかな。うん、2番目は激しいのがお好き、両旗&レンゲを倒せ。新顔ちゃんたちじゃな、早速お手合わせ願おう。そうね、今作初めて出てくる二人だね。りょうきさん死んでるんだけど、死んでるはずなんだけど、また戻ってきたの？まあそれはいいんだけど、細かいことは気にするな。若ちこ若ちこ。古いな。偽物ですよ。お、気づいた。普段はこういう喋り方なんじゃってか。
これあれ普段の、ほんと普段つうかあの、ラジオの時の、原田瞳っぽいな。大丈夫かな。とあるラジオでさ、あの、井上菊子お姉ちゃんにあの、ぶちかまして、あの、マジで怒られてたよね。下野さんにめっちゃ怒られた気がする。言うなそれを。妖魔なんていなかったんだ。転身して一気に片付けてもいいんだけどさ、まだ2個目だしな。5個目だったらいいんだけど。てかそもそもアスカで、あのアスカの攻撃速度だったら別にいらねえんだよな。痛い、もうレンゲがめんどくさい。ちょっとレンゲは倒すしょうがねえと。普通に、二刀両断。残念。後ろのあれ巻き込めなかったな。多分この上で倒さなきゃいけないんだっけな。ここで倒さなきゃいけないんだっけな。次来なかった。来た。よいしょー。残念。こいつもやってること善人じゃねえもんな。そうだ、善人悪人のね、境目がわからねえんだよ。まあ関係ないね。善人だろうが悪人だろうが関係はない。イミテーション、両尾を倒せ。なんとも触れ合いがいのない子に出会ったの。これがな、両輝さん、両輝お姉ちゃん倒した結果、あのお姉ちゃんの敵なのかな。わからねえな。どうなの？お姉ちゃんの敵なの？どう？アスカ、今日のあんたからはデンジャラスな匂いがするわ。おう。ああ、そうかも。そんなこともないと思うんだがね。タンパク。セリフがおかしい、テンション低い。これは何とも触れ合いがいのない子に出会ってしまったの。どういうことよそれ。いや、どういうことかな。言葉の通りじゃ。怒られるね。両尾ともちゃんと触れ合いなさいよ。意外に乗り気だった。なんだろう、りょうびさん、なんだろう、あの仲間外れにされるのが嫌いなのかな。敵多いな、雑魚が多いな。まあ、うちのアスカの攻撃速度だったら余裕なんだけど、
この数を一番嫌なのは、この数ヨミさんがまずいんだよな。もやし仮面はきつそうなんだけど、あと何匹、よし、こっち、これ合ってる、うん、うん、あ、でっけえのやばいな、でっけえの邪魔だな、痛い、うん、あとはあとどこいた、でけえのか、うん、まあ余裕だけど、ね、もういないな、でかいの、うん、もうちょい、あとどこ行った、うん、まだ死んでねえのかお前、さーてとー、ここだ、ここ来いや、なんだその意味テーション、偽物じゃん、うん、あ、イミテーションってそういうことか、ぶっ殺すぶっ殺す、両備の父はレボリューションってあれじゃねえの、メタルギアソリッドか、俺のリロードはレボリューションだ、絶対それだよね、メタルギアソリッド3ね、面白かったよね、ただ今は戦乱神楽だ、勝ってこいつ、よいしょー、うん、はい転身、じゃあ俺も転身しよう、どっちがいいかな、絶する、どっちでもいいんだよな、バカっつんじゃねえ、でもほら、うん、お、うん、あー戻っちゃった、乱れ咲き、
とどめは弱切りで。ふう。まあ小さいのは小さいのでありじゃからな、うん、元気を出すんじゃぞ。どっかで聞いたな、貧乳はステータスなのだって聞いたことあるんだよね。大したことなかった。そういうことじゃねえかな。うん。自分でも信じられない評価です。うん、修行の成果が出てきたみたい。プルプルフィニッシュ、瓦落とし穴。